らっしゃいませ。どうもミルカです。今回はこちら、じゃじゃん。ベルナシミルの新潟の旅、スライドショー動画です。昨日、おとといとベルクラさん、リランちゃんが新潟へ遊びに来てくれました。で、その時に撮ったお写真をスライドショー形式でお送りしてまいります。ではでは、どうぞ。まずは初日の待ち合わせ場所から。写真のタイミングではこんな感じの天候でしたが、2日間ともバッチリ晴れてくれました。まあ、一足先に着いたのでブラブラしながら2人の到着を待ちます。そしてリランちゃんドーン、ベルクラさんリランちゃんとの感動の再会。いや、今年の3月に電撃プレイステーションさんのデッドバイデイライトイベントで共演させていただいて以来、普段オンラインではたくさん遊んでいますが、実際にね、まあ、こうして会うのは実はまだ2度目なんです。その後、会ってすぐに近くで開催していた茶フェスへ。新潟茶葉やお茶が飲める渋いイベントでした。お茶ビールなるものがありましたので、みんなで飲んでみました。色もすごい綺麗な色で、香りもすっごいお茶。でも飲むと味はビール。本当にこれね、不思議な飲み物でした。続いてはこちら。こちらは白山神社という新潟では大きな神社さんです。リランちゃん夫婦の家内安全を願ってお参りへ来ました。何やら怪しい人影が。そして3人でおみくじを引きました。タイみくじという自分で釣るタイプのおみくじに挑戦。船に乗った白いタイは鯉が入っていて鯉みくじになってます。かわいい。おみくじの結果はリランちゃんの動画にて。リランちゃん釣れた。ベルクラさんも釣ってます。今回一緒に来れなかったミカさんへ、ベルクラさんが恋みくじも引きました。そしてミルカも釣れたーからのヘレディタリー。神社をぐるっと回り記念撮影。ポッポ焼きも食べてもらいました。これは絶対食べてもらいたかった新潟ソウルフードの一つ。二人とも喜んで食べてくれてよかったです。お揃いのお守りも。こちらは姫守りというお守りです。そろそろ移動しようとしたその時、またしても怪しい人影が。またベルクラさんだなと思っていたら妖精さんでした。続いては街中探訪。懐かしい街並みが並ぶ商店街をブラブラとお散歩しました。喫茶店を見つけ軽めのご飯。懐かしいレトロな雰囲気の漂う素敵なお店でした。店内では夫婦のおじいちゃんおばあちゃんが2人でお出迎えしてくれ、3人でいろんなお話をしながら昔ながらの味を楽しみました。お店を出た後はモールを歩いて新潟駅へ。ここでもたくさん写真撮りましたよ。だいぶ日が暮れてきたので磐梯橋という橋を渡りながら新潟市の夜景と信濃川を眺めてもらいました。ちょうどベルクラさんが信濃川という映画を見たとのことで、信濃川だーって喜んでくれて嬉しかったです。夜景をバックにリランちゃんとパシャリ。駅に着いてからはポンシュ館へ。二人ともお酒が大好きなので新潟のお酒をたくさん味わっていただきました。みんなでワンコインシーン体験。お酒の種類もすごいけど、おつまみのお塩のバリエーションもすごい。その後、お魚が美味しい居酒屋さんで夕食をいただきました。いっぱいお話ししていっぱいご飯を食べました。お仕事の話からサブカル話、はたまたドッな話やファッな話まで、いや本当に楽しかった。そして2日目、合流してからはこちらも新潟名物の燕三条系背脂ラーメンを食べてもらいました。ドドン。お酒やお魚同様とっても喜んで食べてくれました。その後は近くの映画館でイットジエンドを見て、ゲーセンで記念のプリクラも。駅ではこんなお写真も。
最後は居酒屋さんでご飯を食べて2回目の乾杯。新潟の焼き鮭やブリカマ、とちおの油揚げも食べました。新幹線の中では新潟名物の安田ヨーグルトと、笹団子を食べてもらいました。記念のお揃いグラスもキラーン。新潟へ来てくれたお二人をもてなすつもりが、ご飯をご馳走になったり、お土産をいただいたり、活動の相談まで乗ってもらったりと感謝の旅となりました。はい、ということでベルナシミルの新潟旅スライドショー動画でした。忙しい時間を縫って新潟まで会いに来てくれたリランちゃんとベルクラさんに感謝ですし、二人と出会うきっかけを作ってくれたデッドバイデイライトと電撃の西岡さんにも改めて感謝です。本当に素敵な記念と思い出の詰まった旅となりました。最後までご視聴ありがとうございました。リランちゃんが撮ってくれた旅の動画と二人のチャンネルのリンクは動画概要欄にて、そちらもぜひチェックしてみてください。ではでは、以上ミルカでした。ではまた。